ただいまご紹介いただきました連合本部総合政策推進局長の井上でございます。本日は完全ウェブでございますけれども、たくさん大変多くの皆様にご出席をいただきましてありがとうございます。カウントするだけでも96、あとはたくさんの皆様でパブリックビューイングもしていただいているので100名を超えたご参加の皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。私からは今司会からもありましたけれども、195条約のあらましと連合の取り組みということでお話をさせていただきます。この195条約今高崎駐日事務所代表の方からもお話がありましたが ILO 総会で2年にわたって議論がされてまいりました。その2年とも私も参加をしてまいりましたし、そして国内法の改正にも関わってきたというところもございますので、そういう観点からもお話をさせていただきたいと思います。皆様のお手元にはすでにデータはいっていると思いますけれども、スライドショーで出しながら発言をさせて説明をさせていただきます。ちなみにこの写真は ILO 総会で、条約が採択されたときに、政労使の代表とその関係者が壇上でイエーイってやってるところの写真をずっと使わせていただいているというものです。はい。ではまず仕事の世界におけるハラスメントの実態ですけれども、国内でも財務省の前、事務次官のセクシャルハラスメントに端を発してハッシュタグミートゥー運動であったりいろんな運動が盛り上がってきたわけですけれども、スライド見ていただいても分かる通り、例えば WHO 世界保健機構の調査でも全世界の16歳以上の女性の 35% が家庭やコミュニティ、職場で性暴力や身体的暴力を受けている。あるいは今日は取材の皆さん、記者の皆さんも傍聴いただいておりますけれど、仕事に関連してジャーナリスト、メディア関係者のですね、女性の半数が仕事に関連してセクハラを経験している。また日本においてもやはり同じようにセクハラ、パワハラというのを経験している人たちがいるというデータが出ています。その意味でも世界的にこのハラスメントの根絶が求められてきているというのがこの数年間の世界の趨勢ではないかと思います。ということで ILO では先ほどから話をしておりますが、2018年で総会で第一次討議、2019年で第二次討議なんですが、実はそのもっともっと前からですね、このハラスメント自体を議題に挙げる議論もずっとされてきていまして、その結果が今ここへ来ているということです。で後でもお話ししますが、2019年に ILO のこの195条約が採択され、ウルグアイとフィジーが国内でこの条約を批准したということで、ILO の約束では2カ国目が批准した1年後に条約が発効するという、お約束になっています。なのでフィジーが批准した1年後ということで、2021年の6月25日に195条約が発効されているということになります。で、その他の批准の国は、こちらご覧の通りです。で、一方日本ですが、日本においても、この厚生労働省、労働政策審議会、雇用環境均等分科会において、パワーハラスメントの対策、あるいは男女雇用機会均等法の改正で、セクシャルハラスメントも含めて法律が改正されてきたという、そういう流れの中に今あるということです。で、冒頭から申し上げている通り、世界の流れはこのハラスメント、それもですね、ILO 国際労働機関ですので、仕事の世界における暴力とハラスメントについて の条約が採択されたということで、その背景にはやはり SDGs もあると思いますし、それから私たちも加盟をしております ITUC 国際労働運動の中でもストップハラスメントということで、これも集会でこのロゴマークを皆さんに掲げて写真も撮ってもらったことがありますが、そういう流れの中での運動を行ってきたというところがあります。で、日本もそれぞれ法律はあるんですが、スライドにもあるように法律、特にパワーハラスメントに関しては防止措置すらなかったものが2019年の5月に
パワーハラスメントの防止措置、そして国、事業主、地方公共団体、労働者などにの責務の規定が法制化されたんですが、残念ながら禁止規定は見送りということになっているというのが今の国内法です。改めて、国内法の概要のご説明というかですね、内容のみですけれども、労働政策総合推進法という、法律があります。これは働き方改革関連法の議論の時に、法律の名前が変わってこうなったんですけれども、そこにパワーハラスメントの防止措置が入りました。それから、いわゆるカスタマーハラスメントに対しては、義務ではないんですが、望ましい取り組みが明確化されました。そして先ほどもお話ししました、ハラスメントを行ってはならないということで、国事業主労働者の責務が入りました。そして、ハラスメントの相談を理由とする不利益取扱いの禁止ということで、関連する法律は、男女雇用機会均等法、そして育児介護休業法も同様に改正されているということです。で、改めて、この法律の中に入ってくるハラスメントの一覧ということで、挙げていますが、とりわけ、この第三者、就活生やフリーランス等に対するハラスメント。これは連合のガイドラインから持ってきたものですが、便宜上、就活等ハラと呼ばせていただいています。そして、顧客や取引先等からのハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメントも、便宜上、カスハラと呼ばせていただいています。なので、私がこれから説明するときにそういう言葉が出てきますが、便宜上使わせていただいているということで、ご理解いただければと思います。で、簡単にですが、ハラスメント対策関連法の概要ですけれども、まず、国の施策にハラスメントの対策が明記をされたということ。それから二つ目は、パワーハラスメントの防止対策が法制化されました。そしてパワハラの定義ですね。ここにあります。丸一、優越的な関係を背景とし、丸二、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、丸三、就業環境を害すること。これが明記がされました。そして、このパワーハラスメント防止のために、相談体制の整備などの雇用管理上の措置を事業主に義務づけているというところが、ある意味特徴的かと思います。それから、次のスライド、8のスライドですが、こちらは、特にこのピンク色についている丸の3、ここはセクシャルハラスメントのみですが、自社の労働者等が他社の労働者にセクハラを行った場合の協力対応。で、丸1、丸2、丸4は、パワハラ、セクハラ、マタハラ、ケアハラ、共通ですが、丸3だけセクシャルハラスメントのみというところも特徴的かと思います。そして、次の9のスライド。先ほどから申し上げたように、ハラスメント対策関連法によって、初めて事業主、労働者の責務が規定されました。で、これは、労働法に、の中でですね、こういうのが入る。で、特にハラスメントを行ってはならないことというのが、条文に入っています。ここも、ポイントかなというふうに思っています。あらあらですけれども、ハラスメント対策関連法に関する概要なんですが、いずれにもかかってくるのが、先ほどから申し上げている、事業主に義務付けられている雇用管理上講ずべき措置です。この表、パワハラ、マタハラ、ケアハラ、セクハラ、それぞれ、丸がついているのは必ず講じるものです。で、赤字の河川は今回の労働政策総合推進法の改正に伴って、変更した箇所ですけれども、もともとセクハラにはこの防止措置義務ありました。で、その上で、パワーハラスメントにも入ったんですけれども、主に、というか10のですね、措置義務があるんですが、本当はこれ全部、事業主は措置義務を果たさなければいけないんですけれども、残念ながら、その措置義務が果たされていないということも、いろいろなデータで出ています。ですので、労働組合としては、まず、この雇用管理上講ずべき措置をきちんと事業主が行っているのかどうか、それも確認する必要があるのではないかというふうに思っています。ここまでが国内法の問題、内容です。で、次が先ほどから出ています195条約のことにちょっと触れたいと思います。ILO 国際労働機関です。国連の最初の専門機関ということで、
国際労働基準を設定している組織ですね、機関となっています。で、2019年の ILO 総会がちょうど創立100周年記念ということで、まあ、それもあったと思いますが、100周年記念の総会に向けて、このハラスメントに特化した初めての国際労働基準ということで、圧倒的多数の賛成で採択がされているんですが、こちら見ていただくと、日本政府と連合は賛成しましたが、経団連は棄権をいたしました。いろいろ背景があるんだと思いますが、まあ、経営側として、ですね、まあ、もともとあまり ILO の条約に関して、前向きではない経団連側は、まあ、本来であれば賛成もしたかったんだけど、反対まではできないけど、まあ、じゃあちょっと危険でっていう感じのですね、そんな感じでございましたけれど、残念ながら経団連は危険ということですが、冒頭の写真にもあったように、大変この条約採択された時のですね、会場の雰囲気というのは本当に感動的なものだったっていうところであります。で、連合としてもこの条約採択、条約がですね、採択されるにあたって、特に2019年はたくさんの取り組みをしました。西岸デモもやりましたし、それから集会も行いましたし、記者勉強会、それから先ほど石橋先生からもお話がありましたけれど、ILO 議連への要請などもして、まあ、世論をですね、盛り上げて、社会的な運動として盛り上げていこうということで取り組んできた経過もあります。で、このことが、報道でもたくさん出していただき、それから2018年は日本からですね、記者の皆さんが取材に来られることはなかったんですが、2019年は現地に の方に記者の方たちもいらっしゃったということで、その意味でも大変これは歴史的な条約ができたことではないかというふうに思っています。しかし残念ながらですね、このここではって盛り上がってますけれど、この後、日本政府が NHK からインタビューを受けてるんですけれども、その時に政府の代表が、インタビューで答えられた内容が、日本政府は条約をの採択に賛成票は投じましたが、国内法とはまた関係ないというかですね、それとこれとは違いますよという話をですね、NHK のインタビューでされて、日本に帰ってきてそれを見てとても私は怒りを覚えたんですけれども、まあ、そういう意味で、日本政府も条約を作ることに賛成はしたものの、じゃあこれを日本で批准するには、まだまだ国内法の整備だとか環境の整備が必要だというスタンスであるということも少し報告をしておきたいと思います。それではその条約とそれから国内法を少し比較をしながら見ていきたいと思います。これは190号の条約そのもの、包括的に書いたものですけれども、この190号条約には暴力とハラスメントの定義から対象者の範囲、それから具体的な対策をはじめ、禁止規定、そしてドメスティックバイオレンスまでこの条約の中に入っています。先ほどもお話をしましたが、この採択がされてから加盟国1年以内に自国の国会に提出というのがあります。日本も昨年国会に報告されてるんですが、その話は後でしますが、残念ながら日本はすぐに批准ということにはなっていません。で、先ほどのウルグアイとフィジーの2カ国の批准で条約がこの6月25日に発効しているということです。これが条約の全体的なイメージです。で、一つずつ見ていきたいと思います。まず第1条ですが、1条の方には仕事の世界における暴力とハラスメントとはということで、どういうものを言うのかということが条約に記載をされています。一回性のものであれ、繰り返されるものであれ、身体的、精神的、性的、または経済的被害を目的とするか、引き起こす、またはそれを引き起こす可能性のある許容しがたい広範な行為と慣行、またはその脅威
を言いますと。そしてジェンダーに基づく暴力とハラスメントを含むということで、まさに、包括的な内容になっています。一方、日本の法律ですが、パワーハラスメントの定義、先ほども話しましたが、3つの条件が揃わないといけないというところがあります。それからもともと日本の法律、特にパワーハラスメントに関しては、雇用する労働者と対象者を限定しているんですね。そこがやっぱり条約と違うというところです。その意味で、省令指針今出来上がって、すでにこれで、いろんな対応がされてはいるんですけれども、やはりまだまだ条約の内容に追いついていないというのが、第1条でもすでにですね、日本の法律と条約の違いが出ているということです。はい、次、第1条のもう一つの方です、ジェンダーに基づくハラスメントというのが条約に入っています。で、このジェンダーに基づく暴力とハラスメントとはということで、性別またはジェンダーを理由として直接的に個人に対して向けられた、または特定の性またはジェンダーに変更して影響する暴力およびハラスメントを言い、セクシャルハラスメントを含むということに、が条約に書かれています。で、このジェンダーハラスメントなんですけれども、男女雇用機会均等法にセクシャルハラスメントの定義はあるんですけれど、このジェンダーハラスメントに関しては、何ら規定も規制もないというのが、今の国内法の課題です。で、その意味でもですね、このジェンダーハラスメント、これをしっかりと法律の中に入れていく必要があるということも重要な課題です。で、次は対象者の範囲です。第2条です。で、第2条には、国内法及び慣行で定義された非雇用者、契約上の地位に関わらず労働する者、実習生、修習生を含む訓練中の者、雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者、就職志望者、雇用の権限、義務または責任を行使する個人を含む、仕事の世界における労働者とその他の者ということでですね、実はいわゆる一人事業主っていう、個人事業主、一人親方とよく言われたりしますが、そういう人たちもこの条約の中に入っています。しかしながら、先ほどもからもお話をしていますけれど、国内法の対象者の範囲は自社の労働者です。で、顧客とかフリーランス、就活生は、特にパワーハラスメントなどは、対象じゃないんですね。望ましい取り組みの中に入っています。なので、その意味でも、やはり自社の労働者だけではない形で、措置義務をきちんと入れられるようなことにしなければいけませんし、そもそも対象者が限られてしまっているということ自体、条約と国内法に大きな開きがあるということです。こちらは、具体的な対策ですね。各加盟国はこの国内法、それから国内の状況に即して、かつ労使の代表的組織との協議の上で、この仕事の世界における暴力とハラスメントの防止、それから根絶するためのさまざまいろんなアプローチ、それもジェンダーを意識したアプローチを採用する。で、そのようなアプローチは該当する場合、第三者を含む暴力とハラスメントを考慮に入れるべきであり、以下を含むということで、ILO 条約、まず A から H までありますけれども、A だけ見てもですね、条約は暴力とハラスメントを法的に禁止する、日本禁止規定がありません。B、適切な政策によって暴力とハラスメントに対処する、日本、防止措置では不十分とかっていうことで、A から H までありますけれど、全部バツ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 です。で、この具体的な対策、必須の対策ではありませんけれども、やはり条約と比較をすると、ここに丸が入ってこないっていうのは、大変大きな問題ではないかというふうに思いますし、そして第三者も当然に、ね、条約の対象に入っているわけですから、やっぱりここは ILO 条約に沿って少なくとも三角、丸が望ましいですけれども、少なくとも三角ぐらいはないと、ちょっとどうかなっていうところがあるかと思います。次が、
脆弱なグループということで第6条なんですけれど、こちらはですね、各加盟国は女性労働者のほか、仕事の世界における暴力とハラスメントにより過大な影響を受ける一つまたは複数の脆弱なグループ、あるいは脆弱な状況に置かれているグループに属する労働者のとその他の者のために雇用と職業における平等及び被差別の権利を確保するための法令及び政策を採択するというふうになっています。で、これ実はですね、2018年の時には、こう、脆弱なグループではなかったんです。いわゆる LGBTQ をはじめとする、いろんなリストが入ってたんですね。そこには妊婦とか障害者とかもありました。そして、いわゆる同性愛者、あるいは LGBTQ の対象者っていっぱいあったんですけれども、実はアフリカ諸国は同性愛とかにはとても法律が厳しくて、国によっては、死刑になってしまうようなところもあるんですね。で、この条約にそのグループのリストを入れようとしたら、アフリカグループがめちゃくちゃ反対したんです。で、この審議をするときには、まあ、世界各国から加盟国が集まっていますので、そうするとですね、リストを入れようと推進派の EU グループと、いやいやこれ入れられちゃ困るよっていうアフリカグループと、もし仮にですね、多数決になったときに、圧倒的にアフリカグループの方が数が多いんですね。で、1年目の時にはですね、これ入れようとしたところ、それだったら私たちはもう議場から出ますということで、議場から出てしまったんですよね。そのぐらい、ここの条約にリストを入れることに関しては、労働者側も反対をしていたんですけれども、まあ、特に使用者側の反対がとても多かったというのは大きいと思います。ごめんなさい、労働者側は反対はしてなかったと思います。使用者側の反対が特に多かった。ということで、リストがなくなってしまって、その代わり勧告とかですね、そちらの方でフォローする、それから、ILO のその他の条約でフォローができることに関しては、まあ、それを順用するとかですね、そういうところでフォローをして、リストから、まあ、残念ながら落ちてしまったというところがあります。なのでここ下にですね、脆弱なグループの解釈は加盟国に任されているがとありますけれど、まあ、日本でもまだまだ対応が不十分なところがあります。で、まあ、脆弱なグループの例示ということで、妊娠中及び授乳中の女性から性的指向性自認というところまで例示をしていますけれども、これそれぞれに対する差別の禁止というところはまだまだ対応できてないというところもありますので、その意味でもこちらの脆弱なグループに対する国内法の見直しというところも必要になってくるかというふうに思います。